バーいきます。よーい、カブロケイン、バトンケイン、ヤシオケイン、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボのパンコです。小さい子供や高齢者、ペットの急な動きがとても心配。ずっと見ているのもなかなか難しい。疑いたくないけど、店内での盗難、暴力行為、いじめの可能性が出てきて、なんとか証拠をつかみたい。様々な事情があって隠しカメラを使いたいんだけど、絶対にバレたくない。その時におすすめなのが、今回紹介する置いても自然とカモフラージュできる置き時計型カメラを紹介します。置き時計型について、こちらとてもおしゃれなデザインで、全くカメラとわからないデザインです。隠しカメラだけではなく、置き時計として普通に使うこともできます。見るとただの普通の時計。スマホとアプリ連携しまして、オンラインになると時刻は自動的にスマホと連携。わざわざ時刻を手動調整は必要ありません。カメラの仕様について、こちらでございます。表、サイド、裏、トリセツ、すべて日本語表記。カードリーダー、 USB とカードを挿すマイクロ USB、 蓋、取り外し棒、リセットピン、マイクロ USB、 充電ケーブル、そして本体。これくらいのサイズです。重さ 141g、 横約 10.5、 奥行き 4.5、 高さ 3.5、 表、裏、横、とても光沢感があります。蓋、開け棒、こちらで開けていきます。こちらバッテリーです。マイクロ USB、 電源オンオフ、カード差し込み口。では早速こちら電源を入れていきたいと思います。オン。カメラを追加してください。ここにスピーカーあります。定期的に光ります。これだと時計ではないとバレてしまいます。アプリを使ってカメラを追加していきます。カメラロックの防犯カメラですね。で、本体をリセットしてくださいというので、ここにですね、リセットボタン R とありますので、ここですね、長押しします。カメラを追加してください。 OK、 リセット完了、点滅するまでお待ちください。その後は互換モードを押しまして、で、Wi-Fi ですね。次へ行きます。スマートライフ8997というものがありますので、こちらですね。お、来ました、完了しました。はい、というわけでですね、今こちら映像が来ました。リアルタイムで見ることができます。まずその画質に関しては SD と HD ですね。そしてですね、こちらなんですけども、これを押すと、はい、横画面になります。で、このカメラマークを押すと写真を撮ることができます。はい、録画中。はい、こちらで今録画されました。録画中です。ちょっと一旦ここに行って、はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。こんな感じでございます。ちょっと動いて見てみたいと思います。はい。上の感じ、まあ、ここは置くんで、そんなに関係ないと思うんですけど。使用について、こちらのカメラ120度の超広角レンズを搭載。解像度は 1920×1080p、 フレームレートは 30fps。 長時間録画について、このカメラ本体には大容量バッテリーを搭載しているため、フル充電をした場合約 3,4 時間の連続録画をすることができます。また 5V の電源、または Wi-Fi バッテリーを接続することによって24時間連続録画をすることもできます。そして上書き録画機能も搭載しております。カードの容量が倍になると映像を自動的に古い順から上書き保存することができます。6と画質、赤外線ライトについて、高品質のライトが6つ搭載。アプリを使うことで赤外線機能のオンとオフ、これらを自動制御することができます。
オフ、自動オン、オフ、オン、はい、オンにすると、はい、自分でこれですね、オン、オフ、切り替えれますね、はい、こんな感じで、オン、オフ、切り替えられます。いかがでしょうか。真っ暗になっても赤外線照射をすることによって白黒でもしっかりと記録することができます。動体検知機能について、移動検出、これを押すと動いたらもっと検出するというわけですね。で動作モード、お動作モード、あこれでいろいろと細かく設定できるんですね。動作を検知する録画モードも搭載しております。撮影範囲内で異常を検知した場合、スマホに警報を知らせてくれるため動体検知された録画が開始されます。Wi-Fi 搭載遠隔監視について、こちらのカメラ Wi-Fi 機能を備えているため遠隔監視モードを設定するといつでもスマホでカメラのリアルタイム画像やビデオ録画を監視することができます。カードに記録した動画はスマホアプリ内で再生が可能。なお Wi-Fi がない環境ですとスマホと直接接続することはできませんのでご注意ください。また個人用のメールアドレスとパスワード、これらで新規アカウントを作りログインすることで他人から映像を盗み見る心配はございません。プライバシーを守りながら安全に撮影をすることができます。こちらのアプリを使うことで1台のカメラで数人同時に遠隔監視することもできます。小型防犯時計カメラ、いかがだったでしょうか。まさかこれがね時計とは思わないですね。行動の予測が難しい子供、痴呆症が発症している高齢者、急な動きをするペット、店内で盗難、暴力行為、いじめの疑いが出てきた時、さまざまな事情があって隠しカメラを使いたいけど絶対にバレたくない、そんな時におすすめなのが今回紹介する置いても自然とカモフラージュができる置き時計型カメラです。ぜひ商品に興味が出てきましたら詳細をご覧ください。カントクラブのカントでした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よーい、置き時計、これ報道室の赤外線照射をする、動作を検知してくれる、これだと時計とは分かる、時計とバレてしまいます。